はこちら豚もも肉の塊 350g をタコ糸で縛ります、はい、糸を渡らせて普通の結び方ですね、はい、お結構大胆に。なるほど、まあ、肉を柔らかくしてさらに煮汁を染み込みやすくする。酒大さじ2杯、はい、砂糖大さじ2杯、醤油も大さじ2杯ですね、はい、オイスターソースを大さじ2分の1杯です、はい、砂糖を溶かすようにして混ぜてください、はい、ジプロップですね、はい、M サイズでございます、はい、豚もも肉の塊です。真ん中にこう線が入ってるここら辺にあれってことですね。そうですね、漬け汁ですね、はい、8センチぐらいですね、潰してあります、ね、はい、皮のついたままです。3枚、はい、スターアニスですね、はい、2片です、はい、揉んでください、はい、こちらヨーグルトや S を使って調理に入ります。沸騰したお湯ですね、これをね550ぐらいかな、はい、入れます。入ったら困るので一回確かめてください、はい、できるだけまあ口が下に向かないように、はい、内蓋をして、そして取って蓋ですね、はい、はい、はい、ヨーグルトや S にセットして、で外蓋ね押しまして、はい、66度、はい、そして2時間で調理スタートです。置いておいてください。はい、10分経ってね、はい、持てるぐらいの熱さになったんで、はい、冷やします。うわ冷たというわけでね、1分2分ぐらい氷水につけておきました、はい、なるほど。で、今からね、はい、この煮汁ね、はい、これをね、このフライパンで煮詰めます、はい、沸騰したところです。すごいいい匂いするんですよ。ソースの完成です。タコ糸を切ります。はい、こう半分に切りまして、こうスライス、ちょっとこう縦、こうやって。あ、なるほどね。ラーメンに入ってるちょっとなんかチャーシューみたいなね、はい、あ、美味しそう、はい、ソースと絡めて食べたりとか、はい、焼いて食べたりとかね、はい、で冷蔵庫で、保存してください、はい、早めに食べてください、はい、動画面白かったら、いいね評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします、それでは次回の料理動画まで、さよなら。